さて皆さんこんにちは、ダイタラです。スーパーマリオオデッセイやっていきましょうか。前回ね、砂の国集めたんですけど、なんかね、分かんなかったムーンはなんか各国を回ってるタクシーのね、このアッチーナの国の人をね、探していけば見つかるって話だったんですけど、まあそれはまた後日ちょっとやっていきましょう。とりあえず今日はね、その砂の国にあった絵画のね、絵のね、謎を解くためにクッパの国に行きつつ、ここの国のね、ムーンをたくさん集めていきましょう。まだクッパの国はね、そんなにムーン集めきれてないはず。ローカルコインも確か全部集まってないと思うんだよね、ここ。多分そうだったと思うよ。よし、手掛けてきました。クッパの国、クッパ城クッパの国、クッパって一国の王子なの国持ってるって、なんかすげえよな、それ。さて、あ、ほらほら、ローカルコインもそうだし、ムーンも集まってないですね。まあ、とりあえずね、一個行きましょうか。まずはね、その、アッチーナの国にあったところですね。イラストから、謎を解くってところです。やっていきましょうか。その肝心のイラストはこれですよね。はい、なんだっけな。今、多分編集で出てると思うんだけど、お店から右に6で、旗から左に3なんだよね。なので、多分これだよね。1、2、3でしょ？ここだと思う。ちょっと待って、ここを6個か数えてみよう。1、2、3、4、5、6。だから6、3だからここだと思う。はい、ちょれー You got to go! 砂の国で見つけたお宝写真。ね、これが欲しかったんだよね。なかなか大変やったな、とんの。OK。ではでは、今日はね、とりあえずローカルコインを集めていきましょうか。多分ここか？あー、そこですね。行ってみましょうか。クッパ城2のところでーす。よし。まあ、パッと適当に行ったら見つかるでしょ。あそこの屋根の上か。俺、屋根って結構登ってたイメージあるけどね。こういうところって。案外登ってなかったんですね、俺。よし、じゃあ登りましょう、ここ。あー、登れねえと思ったのかな。普通に登れるところなんで、ここ。よし。来た、ああ、ある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 、3つ。ごちそうさまです。せっかくだし、向こう側を見とこう。あ、ムーンもあるやん、普通に。なんやこれ。You got to move. 脇から登って、縄文上。なんか、俺、自分では結構さ、もう探して、いっぱい見たと思ったけど、全然そんなことなかったわ。悪い悪い。はい、次でーす。次は？ないよ？もう。もう全部ありますわ。これで行こうか。えい。多分行くよね、これで。もう一個置くか。お土産屋さんの、すごく。よし。あれ、本丸の、結構上の方だよね、あれ。本丸入り口じゃなくて、2の壁あたりかな、あれって。結構上の方に。てこと、ここより手前はもう全部取ってるってことだよね、多分俺。やるな。そっか、ここの城から上は、もう俺クリアするので必死で全然見てなかったね。さあ、あの辺にあるね。どうやって行こうか、あそこ。下全部毒やけど。え、怖っ。どうしよう、あれ。行けるかな、幅跳びでここから。行くね、幅跳びで。おい。あ、いける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 。よーし、ダイタラゲームそこそこうまーい。うわ、ちょ待って、なんつうとこに置いてんねん、あれ。ここね、なんか色が同化してて気づかなかったやつだ、これ、絶対。へい。よし、ゲットです。あ、でも俺そもそもここ来たことないかもしれないな、そもそもね。ちょっと見てみようか、この辺。トゲゾウが引くほどおるで。なんでこんなおるん、トゲゾウ。全部やっつけとくか、とりあえず。ほらほら、お前、マリオカートでは、よくも俺を攻撃してくれたな。全部苦しめてやっつけてやるぜ。あれ、やっぱここ来たことないね、多分。ね。うい。いいね、いいね、いいね。あ、ローカルコインあるやん、ほらほらほら。よし、ラッキー。で、いや、まあ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 、ローカルコインこれで6枚もゲットしたから、ええんちゃうかなって思うよ。よし、じゃあ次見てみましょうか。どこやろ、次は。さて、今度はどっち？あっちか。これ上から行った方が早そうだね。
はい、下。あそこだ、あそこ。行ってみましょうか。ここかな？ここ。ほい。あ、普通に置いてるやん、そこ。オッケー、ゲットしたーって。それ、なんかそこら辺の屋根にももう一個あったよね、確か。そこの上かな？どうやって行こう、これ。キツツキ君がいないと無理だけど。君なんか俺の足場になってくんない？あ、どうも。誰々です。ああちょ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 、ああ、誰と。もう一歩下がって。よしよし。そう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 。そうそう。そうして。そうして欲しかった、俺は。よしよしよし。いいぞ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 。これ。俺が見たかったのはそれ。よし。これ、あいつを利用していくっていう作戦。素晴らしい。さあ、91枚ゲットです。え、ここの門って開くのかな？で、なんか開きそうなドアしてるけど。開けへんやろな、多分。倒すか、こいつ、せっかくやし。よし。ほい。ムーン出てこないかな。他にだけか。え！門番やった。開いたでドア。あら。これで絶対ムーンあるやろ。行ってみようか。なや、ここは。え？すげえ変な形しとんな、そこ。皆さん、まずはね、いつもの上から見ましょう。ありがとうございます、コインさん。嬉しいです、僕は。さあ、このキツツキ丸を使って攻略していくコースだな、これは。さあ、左右はここはつけない感じのとこなってるね。これで皆さん、もう分かったかな、ムーンの場所は。よし。多分これ、よいしょ。多分だけどね、これ、回って下とかになんかあると思うんで、逆側に。ほら、そこあるっしょ、なんか空いてるとこ。ほら、ここ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 。空いてる、あからさまなやつが。ほら、鍵？あ、上のとこに。ああ、そうなってんのや。ほい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 。まあ、こういうもんや。やっぱ横があからさまにね、なんか変だったもんね。よし。ひっ、ひっ、怖い、ここ。これ怖えな、マジで。よし。さあ、頑張って登っていきましょう。うーい。斜め飛びと、なんか、うまいこと正面飛びと、うまく組み合わせて。刺すとこ少ない、刺すとこ少ない。さあ、ちょっと待って、胸。怖えな、これ。よーし。どっから上がんの、これ。そこ？あ、いいね、いいね、だいたいやるじゃーんっていうな。はい。ゲットです。You got the moon. 回転櫓を登って、降りて登って。よし。さあ次。You got the moon. 回転櫓の屋根の上。うーし。全然、めちゃんこゲットしとるやん、俺。ね。ローカルコインもムーンも、ね。もう全部俺のものや。はい、次。さあ、最後の方はまだ上かな？うわ。これ完全あれやん。ね。こっちじゃん、むしろ。いや、とりあえず、天守下行ってみよう。あと9つ ?9 個、9個、9個。ね。なんだかんだね、思ってた以上にムーンも集まってるから、俺としては、ね、まん満足やけど。そこ？わっ、ちょ、これってここか。ここの上、確かに俺行ったことねえかもしんねえ。え、どうやって行くんそこ。あそこムーンあるし、ちょっと待って、あそこ。え、行かれへんやろ、あんなとこ。あ、あれ使うんか。え、どうやって行くんあれ、10ゲーム使うか。幅跳びできるか俺。俺ならいける。よし、いけたいけたいけた。やるじゃーん。ウェーイ。これな。なんか今光ってた、ここ。ん、なんか光ってるよね、そこらへん。え、あ、こう叩いたら、あ、ぶっ壊しちゃった。さあ、ぶっ壊した中からムーンが壊してよかったの、それ。You got the moon. 立派な額が落ちました。すいません、ぶっ壊しちゃいました。で、こういうところの尻尾とかによくあるからね、よく見ないと。さて、こっち側。ムーンがあったよ。You got the moon. 毒沼を見下ろして。なんか見下ろしてシリーズ多いよね、なんか。な。見下ろすのが好きなのかな。はい。さあ、次のローカルコインは、ないぞ。あっち？あっちだ。上だ、上だ、上だ、上だ。じゃあもう、
これで電気で行っちゃいましょう、向こう側。いや、なんだかんだ俺ゲットしてたんだね、今まで。うわ、ちょっと待って、今見た今、あそこ。え、そんなとこ取れへんやろ、これ。死ねって言ってみたいなもんやで、これ。このゲーム。取るのはいいけど、お前は死ぬぞって。ねえ。ちょ、待ってよ、これ。マジ言ってんのか、これ。あー、落ちた。ちょっと待って。マジか、これ。これどうしようかな。クッパに乗るか、まずここの。なんか、ね、電線あるやん、ここ。待って待って。よし。あだだだだだだ。この電線どこに通じてんだろう。一回使ってみるか。帰り道かな、これもしかして。あ、帰り道か、これ。あーね。ここはちゃんと行けるところ。まあ、そりゃそうか。反対側なんかあるとかな。反対側なんもないよね。あっちにムーンがありますよ。でも俺もう嫌や、行きじゃないで。じゃ、まずあそこ取っちゃおうぜ。うわ、怖い、怖い。怖い、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 怖い。よし。オッケー、到着。さあ、これで、残ってるのは、あと3枚です。3枚。あ、この上のとこがさ、戻りますか、とりあえず。あははは、すいません、落ちちゃった。最後のムーンは、ムーンじゃない。ローカルコイン、ここ?あ、そんなとこ普通に置いてたんか。なんや、これ、もう。はーい、ということで、いわくクッパ城、ローカルコイン、オールコンプリート完了でーす。ではでは、ちょっとショップ行っちゃいましょうか。お土産屋さんに。クッパ城になんでお土産屋さんがあるの?観光地なの、ここって。ねえ、悪の帝国じゃないの、ここって。まあ、お客様は少ないですって、まあ、そりゃそうやろな。治安悪いとこ行かへんもんな、絶対。よし。さあ、とりあえず購入しましょう。花札ステッカー。かっこいい。はい。で、次、お土産タイム。お土産。はい、お地蔵さん。お地蔵さんが、オデッセイ号の部品に、備品になっちゃうの。ちょっとやべえな、それ。でも、こっちの普通のコインでもう、ねえ、買うもんないよね、大体。あと、これぐらいだもんね。パームーンぐらい。いや、またね。じゃあ、ちょっとオデッセイ号行きましょう。オデッセイ号でーす。花札どこ貼られたの?花札。うん?あー、だだだだだだ!ここ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 !カードに貼られてるやん。まだあと1個ぐらい貼れるのかな?なんだろうね。だいぶ揃ってきた気するけど。で、中見まーす。あー、いた、お地蔵さん。ここ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 。お地蔵さん。お地蔵さん置いてる家ってないよ、そんなに。あと、ちょうちん、これね。ちょ、もうなんか、ごちゃごちゃしすぎてわかんねえ、これ。オッケー。さて、じゃあ今日はね、残ってる、ムーン何個か集めようかと思います。とりあえず、画面付きの国に全部聞きましょう。オッケー、全部購入しました。何個だっけあと。あ、でもあともう10個ね、8個じゃん。すぐ終わるってこんなの。で、パッパッパッと見つけちゃおうぜ。待って、残ってるムーンは、ほぼ、奥だ。いや、そりゃそうだな。とりあえずなんか、なんで横にもう1個あんの?ここに1個?あるわけないでしょ、そんなの。ここに。え?待って。すっげえコントローラーブルブルしてるけど。このあたり?ちょ、待って。なんでこんなとこに置いてんの?これ?これだ!なんでこんなとこあんねん、もう。夕方ムーン、鉄の柵に引っ掛けて。絶対わかんねえじゃん、こんなの。火出てたから、これ。あ、これだけ一個外向いてるからってやつか。ねえ。だからよく見たら一個違和感があるぞっていう。マジか。そこまで見てなかったよ。すげえな。これ、ノーヒントで集めてた人尊敬するわ、俺。よし、じゃあ次ここね。お土産屋から戻ってゲットしましょうか。場所的には完全に今いるとこなんだよ。ここ、ここ、ここ、ここ。ここ。わかんなくね?ここ意味わかんなくね?ここ。どうやって行くね、ここって。下から行くの?これ。上?上って昔行ったけど、ローカルコインがなんかしかなかったよね、ここって。そうだよね、だよね。下かな、じゃあ。ね、よし。乗り捨てよし。ここの土管?え、違うでしょ、これ。ただいまやんな。
どこだこれ。じゃあこんなか。痛い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 、それ痛いわ。この穴、待って、この穴怪しい。これなんだ。あこれ結構むずくね。ゆがつまうツンツン、やぐらの壁。よし、さあこれで手前の島のは全部集め終わりました。じゃああとは奥だね。まだ結構ある。行きましょう。さて1個はこれ絵ね、ポチの絵。砂漠の国か。砂の国、これわかんないよね。端っこのところでポチがいるところ。サボテンがいるところってか、サボテンがあるところか。また今度取りに行かなきゃね。じゃあこれは置いといて、じゃあ次ここ行こうか、ここ。こっちだよね。こっちの果てにあるぞ。ちょ、行ってみるか。うといていこう。困った。登んなきゃいけない。ああ、ここから行けるか。よし。ちょっと登っちゃいましょう。ほい。ここの果てに。いやー、行ってー。果てにあるはず。さあ、どこにあるんでしょうか。ここの先端？もう一個奥かな。あ、行き過ぎた、行き過ぎた。ここ。なんかおるやん。ハロー、どうしたの？くちばしを伸ばして突き出す生き物みたいよ。オッケー、持ってくるわ。持ってきました。どうや、よこせ。ほら。おう、調べてみたいと思ったんだ。ああ、こうなって、なるほどねーっていう。お前すごいな。帽子の国の人って知的だよね。つっくんに出会った。お前つっくんって名前なんや。喜んどる。よし。さあ、かなりね、順調ですね。さあ、次行きましょう。次は、すぐ横、ここもあるよ。行ってみようか。次は、ここの端っこというか、お前です。これってことは、詰まるところ、タクシーがいるってことじゃね？ね、今ね、この、望遠鏡が、うん？あれは何や？違うか。あ、いや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 、タクシー！いや違う、スフィンクス？なんで飛んでんのお前。だからクイズであってんね、確か。どうやって飛んできたかみたいな。プカプカ浮いてって。おーっす。ありがとうよ。なかなか望遠鏡シリーズだけは難解やな。クッパ城を旅するスフィンクイズ。ね。さあ、順調でございます。さあ、次行きましょうか。次はここ。ね。2の壁の横のところ。これ、転収したから降りた方が早そうだね。行ってみましょう。さっき途中で落ちちゃったところの上かな、もしかしたら。ねえ、そこかもしれない。いや、なんか、普通に順調すぎて怖いわ。ね、めっちゃ順調やないや、今日なんか。この文集め。ねえ、あれ？ここだって言われてるけど。一個。この、これ？どういうことや、これ。ほい。で、ここについて、へい。あれ、かけらんない？ここ、帽子。違うのかな？もしかしたら。ここの下かな？じゃあ。ここの真下。真下。なんかドア開いてる。あ、これか！なんだ！宝箱やんけ。なんや、これ。クッパ城の宝物庫。うわ、待って、めっちゃ綺麗これ、金屏風。クッパー、悪いな。お前んちの宝物全部もらっといたわ、マリオ。いや、マリオはひどいことするな。ちょっとかわいそうやで、クッパの貯金が。貯金全部もらいましたって言われたら、ブチ切れちゃうよ、俺やったら。さあ、残ってるね、ムーンはあと2つですね。2つともゲットしちゃいましょうか。まずはここか。ここ、今の、一個矢印刺してたとこってさ、俺がさ、なんだろう、ローカルコイン取ったところのあたりだよね。火を吹くクッパ様のあたりだけど。火を吹くクッパ様にも、実はムーンがあった、やっぱ。ね。どこだろう、あるとしたら。はい、到着でーす。ここなのよ、言ってしまえば。この、マジで。こいつの先端かな。あ、でもセンター行けねえ、これ。
あ、違う、ここ、わ、光ってますわ、鼻の頭。You got the moon。 巨大クッパゾの鼻先で、鼻先か、おじいちゃんだね。よし、さあ皆様、あとはもうラストでございます。痛い。さあラスト1個は、ここの先、なんか埋まってるって言われたところかもしんない。なんか埋まってるんすよみたいな、なんかあるかもしれませんってやつ、俺が見つけらんなかったわってやつ。マップに答え書いてんだよな。ここか。こんなとこ見つかれへんで、ほんと。You got the moon。 震える床。あ、オッケー。さあ皆様、これでね、クッパ城、あと砂のイラストだけですね。これで終了となりました。まあこれはどうしよう、もう今から取りに行くか。さて、イラストはこれですよね。これでなんかわかります皆さん。答えはね、この奥、左奥にあるね、2段ある砂のとこなんですよ。これがね、俺分かってんのよ。これってね、左のね、端っこの方に、確か木の実があったの、みんな覚えてるかな。俺が、あの、ライドン乗って爆走しまくってさ、そう、爆走しまくって、ウェーってなんか落ちたら、なんか実は床があったみたいなところがあったんですよ、確か。ね、あったよね。あったよね、確か。あったあったあった。あ、ほら、あそこあそこ。だから、あの辺というか、この隅っこ沿いの、ね、この端っこね、要は、マップの端っこのサボテンの近く、それが俺の答えなのよ。なので、この辺にあるはず。この辺、いや、でも奥から見てたから、もう一個向こう側、あのサボテンだ、答えは。来た。俺の勝ち。意外と簡単やったな。やっぱマップ、このオデッセイをいかにやり込んだか。それでね、この絵の謎解きクイズは解ける解けないが分かってくる、決まってくるってやつかな。いや絶対これだからね、マジで。これでしょ答え、この辺でしょ、この辺。どこか分かんねえけど、ちょ待って、どこ、この辺この辺。いやどっちか、どこか分かんねえってこれ。あ、出てきた。よーし、計算通りじゃん。You got the moon。 クッパの国で見つけたお宝写真。さあこれで皆様見てみましょう、クッパの国。どこどこ来た、コンプリート、イエーイ。いやもうかなり順調やで、これ。さあもう残ってるね、ムーンはもうだいぶわ、ごくわずか、ごくごくわずかね。え、帽子の国全然取ってねえな。帽子の国、都市の国がちょっと余りすぎてるかなってぐらいで。あとはね、順調に終わってます。あ、ここやべえわ。はい、ということで、じゃあ次回はね、まあちょっとどこの国行くかまだ決めてないですけど、まあ帽子の国とかね、そのあたりを取っていきたいと思いますので、よければまた見てください。ではでは、ご視聴いただきましてありがとうございました。また次も見てください。おつぽよ。